さあというわけでですね、正宗、朝一来ましたけども、まああの五大島のね笑うとかね銀と金、あとはエージェントフライスとか空いたんですけども、まあちょっとなんか そられなかったんで、あとあの正宗設定をすると25から 33% で降格、移行します。お、トーチェさあ来い、あ、お、ダメですさあこれ引っかかったら熱いよ。まあ、本前兆だとね15ゲーム以上、まあ、2ゲーム強調引いてるんでね、広角やったら 50% ぐらいあるんでね。朝一の状態は見抜けなかったが、このキョーチェリーが ART につながるかどうかが設定カンパニーにおいて大きな指針となるはず。当たってくれた、本当嬉しいな、ちっちゃいぞカモが。お、お、誰か、誰や、出たな聖一郎ダメでした、かかっといてほしかった今のは。朝一2ゲームに引いたキョーチェリーが ART をスルー、しかも朝一の状態が見抜けなかった。今回の実戦微妙な出だしとなったか。まあ特定役ね、あれこれ引いて通常時にこれでもね、ART 繋がらないようであればさっさと移動しようかと思うんですけども、A か、これ設定されよう。お、この目は、チャンス目 A で引っかかりましたね。お、ビッグサゼン、ブルジウム。さあ7揃いぶちかましたいところですけど、あとまあチャンス目 A ですね、カブト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 、あとはバー枠下からのスイカ外れ、チャンス目 B なんですけど、チャンス目 B は同時当選率に関しては 18.6% かな、設定差ないんですけど、ちょっと待ってくださいね、あと一人、これは揃えとこ、よっしゃー、あとこれ一人の時7止まった多分1カードだと思うんですよね、止まったことないんですけど、これであのチャンス名ですね、さっき言ったこの兜、上段兜からのこれ、当選率にも設定差あるんですけど、出現率にもまあ設定差あるんで、まあ、目安ですね、そのカンパには使えないですけど、で、まあ正宗の面白いところは同時当選、でボーナス当たっても ART 抽選もね、あるんでね、とはいえ、やっぱり定格だとほとんど当たらないですね、やっぱり内部降格でいかにボーナス、ないしは、まあ、得点はですねガンガン引けるか、
ほっ、4人、5人、3人でもあかんか。4人行け、4人行け。投資3000円でビッグを射止めた。しかもチャンス目 A の同時当選。目安程度だが、これはいい手応え。さあ、この七揃い天井がですね、だいたいまあ6回に1回、約 18%、 それ以上に得点役をガンガン引けば50ゲーム以内に七揃い全ナビ出るんで、まあ、ちょっと複雑なんですけどね。お、これは普通に終わってしまいそうやな。ベロが全然溜まってない。さあ来い、到着来い。ああ、ジャックか。パーゼロ、チャンスメイピ。さあ、これはどうや。ゲーム数が、あ、お、出てくんなっつうの。ああ、おお、自力。自力の6択正解で ART を継続。少しでもチャンスの時間を引き延ばす。しかし、終わっちまう。あー、ダメだ。ART リセットか、このデータロボ。7点いかへんかったな。まあ6だとほっといてもね、 ART バンバン入るんで、あとは乗せるかどうか。前回はね、メゴ姫乱舞、あれに騙されてズルズル打ってしまったんでね。おお、ビーカー。さあ、この 18%、 ニックに 18%、よっしゃー。大きくはまらずにビッグ。まさに好調な展開。やはり残り物には福があったのか。
さあミドルになった。もう全然このメゴ姫ビッグやらないでどこまで行けば熱いのか、赤まで行っちゃ間違いなく熱いとは思うんですけど、ミドルがおい、もう一回、さあ、こい、おう、当たっておりました。こんな感じなんですね。ダブルで揃ってたら100ゲームです。シングルでしたな。まあまあ。お、頼むよ。あ、あ、フェイカーダメだ、50ゲームじゃやっぱ長ぞろい店長届かんな。ART 中の上乗せ七ぞろいが難しい機種、ひとたび揃えば秀吉決戦突入のチャンスもあるだけにハードルが高い。しかし七ぞろいの足音が聞こえてくる。お願い、された。いお、ボーナスはないかな。お、ありがとうございます。おお、おほ、秀吉決戦いった、何パーやろ。七ぞろい天井から秀吉決戦へ。ちなみに秀吉決戦移行率がこちら、奇数設定が優遇されている。秀吉決戦中セリフの有無は重要なポイント。七ぞろいの期待度だけでなく継続率も示唆している。なお激アツの発生率は高継続率ほど高い。てくれよ。いけいけ。お、
チャンスと出たぞ。これはさあどこまで行く。おお、激アツのセリフは7揃いが確定。さらに継続率 67% 以上が確定する。激アツ、さあためよう。おお、続いてくれてる。豪華。さあ何ゲーム乗ったかですね。もう一気にいきますよ、一撃いきますよ。おお、でっかいの乗った。220、ありがとうございます。220乗った。200あるんでね、まだチャンスはあります。はい、7揃いチャンスはまた訪れると思うんで。秀吉決戦一発で大量上乗せ。今回の実戦いい流れが来ている。やっぱあの腰回ってね、秀吉が出てくる、あれはやっぱりテンション上がりますよね。ART 自体があのそんなにモリモリね増えるタイプじゃないんで、ボーナス絡めながらねちょっとコインを出したいですけど、やっぱりそれにはやっぱ得点役を引かなければね。あら、いかずか。強めのやっこい、外ろ。お、追加は 8% から 10% やもんな。出たな。ビッグしたいな。トーチェ、お、トーチ来た。お、ビッグ。まあ 25% なんてね、設定さない。ちょっといつものいや、ここ2回ぐらいね攻略スロットで言ってる正宗とはちょっと今日は違いますね。まだ始まって1時間経ってないんでわからないですけど、やっぱりなんといっても特定役からの ART 突入率が本当に設定差ねあるんで、まだその構成ってらしきこう感触というのはねまだ掴んでないんで、まずまあね3桁なんとか乗ってくれたんで、こうしろあかんか。10やねんな大体。ダイトのこのボーナスはだいたいね10が多いんですけど、まあ薄くてもでっかいのもあるときはあるんでね。
早いゲーム数でも青7天井ね、まあ、薄いですけどね、あるんで、ビーム数消化しながらその上乗せ的なあの扱いになる7揃いですね。それがあの権利を得れるというのがこの正宗の醍醐味、面白いところですけど、あとやっぱり秀吉決戦もそんなにハードルは高くなかったりもするんで、まあ続くかどうかは別にしてね、そこが人気の要因かなと思うんですよね。今日こそはこの正宗、このね番組でやっつけてやりたいですけどね。まだまだ実戦の序盤、設定カンパにおいて見えない部分も多いが展開は良好。今回の実戦で正宗攻略なるか。ちょっとチャンスセンス出ないですね、まあ、金の破みとかね、あの文字変化とか、5回までいけばもう本勢調確定なんでね、外れろ。ケンジロ以外、以外つったやろ。まあ、ちなみに全然勝てないですけど、ケンジロ勝ったら秀吉決戦確定とかあるんで、おっ、スメーでいけないかな。頼むよ。おっ、キープ。頼む。ナビですか。おっ、生きてる。金出た、ありがとうございます。ボーナスは当たってなかったか。 A で7揃いで30ゲームの上乗せ、秀吉決戦突入ならず。しかしまだいけそう。金誰、
お前は出てくるなツロ。強すぎる。ジャゴシ、あっ、おっ、900枚、314続いてきましたね。さあここからね、通常時どれだけ絡んでくるか。秀吉決戦の一撃が炸裂し、いい感じのロケットスタートが切れた。カンパ状況も悪くなく、他の政宗はまだおとなしい。そして、さすがに B で当たったっぽいね。負けです。さあハズレをね、4回5回と引いて、あらハズレ出ねえぞ。ゼロか。高額っぽいですね。まあレギュラーボーナス終了後なんでね、今ここらで特定役引けばチャンスなんですけど、まあカンパにもつながりますしね。降格中に特定役を引き、それが ART につながるかどうかが上か下かを判断する一番の設定カンパ材料になる。しかし引くタイミングが難しい。今チャンス目2回出て、まあ、1回当たってるんですけど、まあ、出現率も、ね、設定差あるんで分母70ぐらい違うんでね。お願い。あら、ART に行ってくれてたら本当嬉しい。定格濃厚時に引いた強チェリー、設定差は大きく偶数設定が優遇されている。果たして ART につながるのか。上がってくれよー。
さーて、おー、ここは仕留めどこ。これはチャンスアップパターン続いてるんでね。お、ました。おっしゃー、通常時から食いついた。広角だったら 40%50% なんでね、下上関係ないですけど、とりあえずよかった。さあそのまま終わるのか上乗せするのか。得点役バンバン引いてゲーム数を短縮させるのがね、この楽しいところでもあるんですけど。そして7揃いで上乗せ。しかし初当たりの50ゲームは短く、得点役が引けずに。さあナビが出ない。当たった。ナビ来てくれ、無理やってば。おい、あー来いよ、ダメだ、出ないもんやな、やっぱり。パこのパターンへ通路。なおえ、ほら、そう、ボーナスか、境地やろこれは。当たったか。おお、そっちか。チャンス目からの ART はなかったが、すぐさまキョーチェリーからレギュラーをゲット。出玉を減らすことなく順調な実戦が続いている。つまり悪い要素はない。外れ4回で ART 確定、まあ、5回以下はね、秀吉決戦確定なんですけど、なかなか出ないですね。まあ確率的にはまあまあ普通には出る確率なんですけどね。
おう、んこれはリーチ名なのかそれとも普通にいたのか。え、普通に引いただけかな。おお、連続で引いただけ。計画っぽかったからな。あら、お、いや油断はあかん。あー、オーラ出てる。B、A と空振りしたら、さあ、行かない。お、行った。チャンス、誰や。お、スイカーで当たったかもしれないです。バレでした。1回、まあ1回じゃね。レギュラー中、ハズレ1回は偶数設定が優遇されている。これは ART につながるのか。確かにチャンスの高額なら 30% から 60% ぐらいあるんやけどな。このままでは危ないかもな。あまりよろしくないかも。設定カンパに不安もあるので一旦ホール内へと。すっごい稼働率やな。空き台を探すのですら一苦労。そんな高稼働の中、何かヒントはあるのか。ここはもう番長、オール番長。こっち行ってみましょうか。多いっすね、今日ね。いい感じのも他ないんでね。自分のもいいかと言われたらまあまあ微妙かな。ただ計画だとね、本当に5、6でも ART 入りづらいんで難しいとこですよね。ボーナス回数で言ったら3台が7回ついてて、 ART この回数ちょっと変な標準仕方なんで、まあ悪くはないかな。飛び続けてね、いいところもないんでね。中段チェリーかと思ったけどな。もうちょい
強チェの 25% には助けられてるね。強チェリーの同時当選は設定差のないところだが、ボーナスが引けるのは嬉しい。なんとかこの状況を維持して正宗の一発を待ちたい、そんな気持ちでいると、メゴ姫行くか、行きました、行きそうな気がした。結局ね、特定矢を引いて全ナビ抽選当たってみたいな流れなんですけど、10ゲームは短いよこれ、ほんまに。一個も集まないと思います。メゴ姫ラウン。何やこれ。まあ3000しかね使ってないというのが本当救いですよね。メゴ姫ランプはほんまハードル高いくせにあんなんですからね。あそこもうちょいなんかしてくれてもよかったんですけどね、もうちょい ART につながるような。メゴ姫演武突入、これには設定差が大きくあり、 ART 突入こそなかったが、設定カンパ的には大きな収穫。高設定の期待が徐々に高まってきたか。今ちょっと周りの展開を見たいということもあって、ね、ちょっとお昼行ったんですけど、角が ART 結構伸びている感じかな。あの角帯、朝も ART 通常時から入ったんですよね。あの角がちょっと怪しいかな。まあ、この、ね、台で伸びてくれるのが一番ベストなんですけどね。3000で、ね、1000枚近く出て、今じわりじわりと減ってきてますけど、さあ、お、A か？ん？あ、A ですね。4回目。あら。行くか、ダメか。
まで行ったらチャンス。あお。だけど払い出しはない。当たりましたね。スイカですね。お、バーケではないか。スイカで当たったのが2回目。 ART での一発が引けずに少しずつ出玉が削られている。しかし特筆するような悪い要素もない。このまま正宗で解消を目指せるか。